時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週月曜日は名古屋吉本お化けの山口康弘と平本愛菜がリモートの生放送でお送りしていきます。さあということで、ついにやってまいりました、最終回。最終回やのに、うん、ちょっと今日は違ったところから放送ということで。そうですよ、ちょっとなんか変に緊張しちゃってるんやけど最後やのに、はい、いやなんかもっとさ、まったりとしたなんか、うん、なんかなんていうのこうゆったりとした、まあね、余韻に浸れるというか、そうそう、幸せ空間でちょっと放送したかったんですけれども、うん、はい、ライブがそうね、この後10時半からありまして、はい、それの控え室から、はい、そうですね、今日楽屋からお届けということで、いやちょっと天やわんやで、うん、こっちもね、いいっていうかこのラジオがさ19時半まであるわけじゃないですか、うん、そうですよ30分で、ライブの開演が19時半なんですよ間に合うわけないやんどうせ言うんだ、どないなってんの吉本興業はどないなってるんですか、本当にすごいよねいやだからこのライブがね、19時半からやるライブも事前にね、うん、メディアスあるけど大丈夫って来て、うん、いけるかっていう判断やったから、もう準備しようかって言ったんですよ僕らは。まあ20時開演とか21時開演とかやったら全然いけますよって、家も近いんでって言ったら19時半開演、うん、ちょっとかぶってる何秒かかぶってるよ多分。いやそれもだから今日はいっぱいね、うん、このライブ会場には芸人がいるわけですよ。あ、そうですね、の後輩たちになるんですけれども、はいはい、まあ、スッチがいたりとか、うん、人力車引いてるイズチがいたりとか、うん、まあ、ひなこいたりとか、うん、いっぱいいるわけですよ。誰がわかる3人やねいやだからそういうね後輩たちもいる中で、あと今日はですね、私たち最終回じゃないですか。そうですよ、来週から、うん、変わるらしいですよ。あ、そうですね、パーソナリティが変わって、そうなんと、だから芸人、今ちらっと言っちゃったけど、うん、芸人なんですよ次。そうな、どうやら、そうそう、ね、噂によると、だからね、もうこの会場にいる芸人たちは、うん、自分の名前呼ばれるんじゃないかと。あ、そうですよ、来週からねそう、もう、まあ、俺らできるんじゃないか、そう、もうすごい拳握りしめて待ってるわけですだから今日最後ら辺にね、うん、発表しますので。そうですね、来週が誰になるか待ってる芸人たちはもう期待してもいいんじゃないかな期待してもいいんじゃないかな、自分たち準備しといてもらってな、準備しといて、今日のこの放送聞いて、あ、こんな感じでやっていくんだって、そうそうそう、もう目ギラギラ待ってるから、はい、楽しみにしといてください、最後まで、はい、まあ、聞いてる方もね、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います、はい、さあそんな我々最終回ですが、本日のメッセージテーマですね、はい、今日のメッセージテーマは推し妖怪教えてでございます、はい、推し妖怪、うん、まあ我々お化けという名前ですからね、お化けですから、はいはい、だからお化けってメッセージがたくさん来てるんでしょうねっていう目的で決めたメッセージでございます、はい、いやいっぱい来てるらしいので、はい、いっぱい来てるらしいですね、ございますね、はい、メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またはメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いいたします。はい、そして今日の番組の告知動画をメディアお願いいたします。それではここで一曲を、ちょっとハプニングが起きてますね、ハプニングが起きてますね何ですか、やっぱ楽屋からということで、はい、電波がめちゃくちゃ悪い、あれ電波が悪い、一緒に今止まってたと思いますけど決して放送事故ではありません。嘘、私気づかずずっと喋ってたけど、すごい、うん、今ね、もうやっぱお化けの力出たよ。何、やばい止まってると思って、すぐさま携帯を変えるなんとか乗り切った、なんとか乗り切った、危なかったですよ、よかったよかった、乗り切った、気づかんと私もう曲振りまで行ってたから、乗り切ってないねんけど、乗り切ってなかった乗り切れてなかった、私に耐えたかな、その止まった事実も知らんから、いやそうですよ、止まってたんや、危ないよ、もう一回じゃあ曲振りの方をさせていただきたいなと思います。今日の1曲目でございます、 AKB48 でチャンスの順番。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、名古屋吉本お化けの山口康弘と平本愛菜がこの後午後7時30分までお送りしていきます。はい、ここからはですね、皆様から送られてきたメッセージをご紹介したいと思います。はい、お願いします。今日のメッセージテーマは推し妖怪教えてでございます。はい、推し妖怪、たくさんのメッセージいただいております。いや楽しみですよなんてくるんやろ、早速いつも行きましょう、はい、まずはラジオネーム丸出しまみこさん、はい、ありがとうございます、はい、おばけちゃん、おやすぺっちゃん、すやすやと、夏目友人帳という、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、何が起きたん今、おやすぺっちゃんですよ、ちょ普通に流しで呼んだらあかんやつ、何ですか、いつも通りの挨拶じゃないですかいつも通りの挨拶やけど、これ丸出しまみこさんとおばけにしか伝わらないこの感じおやすぺっちゃん、すやすや
だからメッセージ送ってんのに、うん、もう私は寝ますよ。寝ない、聞けや聞けやラジオ。ありがとうございます。はいはい、お紹介ですね、はい、夏目友人帳というアニメに出てくる、うん、にゃんこ先生がお紹介です。はい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 、では、さようならということで。なるほどね、夏目友人帳知ってる。はいはい、あれ妖怪なんや。妖怪ですよ、にゃんこ先生。にゃんこ先生、はい、めっちゃ可愛い、普通の猫っぽい。そうですね、猫ちゃんみたいな。妖怪なん。じゃあもうアニメ自体がだってそう妖怪たちをまあなんすかね、まあ、仲間にしていこうってわけでもないですけど、夏目友人帳っていうのに乗ってる妖怪たちを。そうなんや。そうそうそう、へえ、ごっつ可愛いキャラクターやなと思ってたら妖怪だったのね。そう、妖怪いっぱい出てくるアニメですよ。へえ、お化けはい。お化けはい、そんなユニークな挨拶しといて。ほぼ毎回、うん、一番最初にメッセージ送ってくれるんだけど。そう、メッセージ送ってくれるし、なんやったらお化けは、うん、割と相手してた方やと思うんだけど。相手してたの。じゃあ、ね、他のね、うん、他のラジオパーソナリティの方がね、うん、おやすぺっちゃん、すやすやって、読むと思う。思うやろ。そうそう、だからお化けで書いてほしかったな、私まみこさん。まあまあ、かわいいけど、にゃんこ先生も。かわいいね。にゃんこ先生に負けたか。まあまあ、負けろわな、にゃんこ先生に。山田メッセージありがとうございます、はい。まだありますから。はい、まだあります。はい、続いてメッセージいきましょうか。はい、続いては、ラジオネーム、爆走チャリさん。はい、山口さん、平本さん、スタッフさん、お疲れ様です。はい、寂しいな、今日が最終回。もうありがとう。まあ、元気よく行きましょう。元気よく行きましょう。さて、推し妖怪ですが、うん、お化けという名のお笑い妖怪です。あら、可愛い女性と、爽やか青年の、コンビ妖怪、お化け。面白いです。ああ、嬉しい。お時間あればぜひライブ見に行ってください。もう最高、爆走チャリさん。いや、俺らは一生ライブ見に行かれへん。何がいいの？俺らが出るときは出とるからや。いや、いや、何を言うてんの？いや、ライブ見に行ってくださいってね。俺らに言われても。あ、違うやろ。みんなに言ってんのやろ。いや、そう、お前は優しい心で。優しい心で送ってきてくださってんのに、優しい心で聞くやろ。優しい心でも。いやいや、みんなぜひライブに行ってください。だから、爆走チャリさんは、うん、今年かな、今年お化けを知ってくださったと思うんですけれども、うん、あ、そうね、確かに。そう、このラジオをきっかけにライブにも足運んでくれるようになりまして、嬉しいよね、こうやって。夢中にできた。やっと。嬉しいんですけど、爆走チャリさん、ありがとうございます。爆走チャリさんね、普通のお便りも送ってくれてますよ。はいはい、何でしょう。10ヶ月間、お疲れ様でした。お疲れ様でした。メッセージ送り始めたのが、つい最近、うん、取り上げてくれてありがとう。また戻ってくるの待ってます。ありがとうございます。ありがたいね、私たちも爆走で。チャリこいで帰ってきます。必ず。どういうことやねそれ。必ず帰ってきますから。だからもしかしたらね、うん、さっき今回のラジオの最後に次のね、うん、担当芸人を発表しますって言ったけれども、うん、もしかしたらお化け続投かし、確かにね、もしかしたらね、はいはいはい、可能性なくはないですから、うん、もう爆走で帰ってきたお化けかもしれないから期待しておいてください。爆走チャリさん、ありがとうございます。メッセージ、はい、続いていきましょうか。はい、続いてはラジオネーム鴨鍋さん。はい、ありがとうございます、お疲れ様です。鴨鍋です、はい、いや最後か、寂しいな。ありがとう、リチャード、体調治った、リチャードっていうのは僕ですね、はい、3ヶ月間ずっと治ってないですね。治ってないんや、まだ治らへんかった。ラジオ放送中ずっと治らず、治らずか、本日のテーマですが、推しの妖怪といえばもう決まっているじゃないですか。ほう、リチャードとアイナのお化けですやん。あら、もうカマンはそれ以外いてません。以上、現場からでした。アディオス。ありがとう、嬉しい。リチャードって誰？ほんまに。ほんまになんで途中から関西弁やん。ほんまやな、激しめの関西弁だ。いや、私たちお化けが関西弁やからかもしれない。嬉しい。もうお便りよ、嬉しいわ。何1個目の丸出しまみこさんのやつ。にゃんこ先生、にゃんこ先生はええわ。おやすぺっちゃん、すやすや、私が根に持ってんのは。まだ1回目に送った時から言え。ありがとうございますか、鴨鍋さん。ありがとうございます。楽しい、みんな。どんどん行きましょうよ。続いてラジオネーム、はい、服部隆弘さん。服部隆弘さん、はい、お化けのお二人、はい、どうもろこし、はい、あれ。ありがとうございます。どうもろこし。カッコで、どうもとトウモロコシです。分かっとるわい、分かっとるわい。トウモロコシどっから来てるの。虫妖怪、虫妖怪ですが、赤なめですね。赤なめ、体をなめまくってもらい、綺麗な体にしてほしい。何それ。追伸、お化けのお二人、1ヶ月間お疲れ様でございました。お化けのお二人のますますの ご活躍をお祈りしております。はい、3ヶ月やってました。すいません、3ヶ月やってました。一応ね、俺ら3ヶ月やったんや。
1ヶ月、3ヶ月や。3ヶ月。だから、服部さんはこれ1ヶ月しか知らんから、だから、お塩会部門に入れなかったのかもね。1ヶ月しか聞いてくれてなかったんかな。いや、だから、次、お化けになったら、聞いてください。3ヶ月全部聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。今、めっちゃ声途切れ途切れじゃなかったですか？大丈夫そうですかね？危ない、危ない。危ないよ。何？俺の画面だけずっと止まってんのよ。いや、あなたなんで今マイクでやってるからさ。あんたの携帯のせいや。携帯買い替えなあかんな、これ。買い替えなあかんよ。なんなん、ちょっと。ちょっと待って、ちょっと待って。携帯買い替えなあかんじゃない。ね、吉本がおかしいでんで。なんで？だって家でやったら止まったこと一回もなかったもん。あんないよ、しゃあないや。そんなもん。だって5週目、4週目、5週目ぐらいでしょ、これ。うん、だ言ったら1年丸々やってるぐらいやってるよ。で、止まったことだって一回もなかった。あ、うわ、もうあかんた。あんたもう芸歴何年目よ。そういうさ、実力、技量も大事。ちっちゃ待って。こういう、止まるというハプニングも味方につけないといけないのに、あなたはちゃんと止めた上で、え、僕のだけ止まってましたじゃないよ。ちゃんと止まってない素振りを見せないといけないの。ほんまに何が腹立つって、今、アキトさんの画面も映ってんねんけど、アキトさんが一番うなずいてる。このおっさんはほんまに。もう あんた最終回仲良しや。あんた最終回やねんから。いや、もうずっとバチバチですよ。バチバチ。やめてよ。まだ帰ってきたとき気まずいやん。帰ってくる予定やのに。確かにね。いや、アキトさんね、あれ、アキトさん。いや、ジュース飲んどん。わしらの方先かつにジュース飲んどん。休憩中で、今もそうやろ。ジュース飲んでもええやん。メッセージ、時間の最終回、もうあんた怖い、怒ってばっかり。はい、高いです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いていきましょうか。はい、続いてはラジオネーム、アジノモトミさん。はい。アイノちゃん、アイナちゃん、山口さん。ちょっとごめんなさい。もう、お前がいして、アイノちゃん。わかった、多分、よう噛むやん、俺。うん。こんだけ噛むのは多分これ、アキトさんのプレッシャーや。怖いもん、ちょっとな。優しいとか。違う。俺らの放送中だけ。確かに、なんか犯せよみたいな感じ。ちょっとなんか粗相あったら行ったろみたいなのは、ちょっとな、今もうだってエヴァの電動みたいなところ。光電動今。サングラスも下げてちゃう。すごい見てるもんね、こっちを。手組んで。確かにプレッシャーには感じるけど、頑張らなあかん、アイノちゃんじゃない、アイナちゃん。アイナちゃん、山口さん、こんばんは。はい、推し妖怪ですが、鬼太郎で、いろいろ出てくる妖怪も好きですが、一番はやっぱ一貫もめんですね、と。お、鬼太郎やん。一番、乗せてもらえたり、守ってくれる優しさがあったり、いてもらいたいですね。ほうほうほう。他にもね、漫画、鬼の花嫁は食べられたいにも出てくる、陽子とか、四天童子も好きですね。あと、カッパはいろんなキャラにもなっとって可愛いですよね、と。うん、実際は、生々しい描写が元ですが、と。おい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 、長々と書いといて、お化け行くならやるかい。おいおいおい、いっぱいチャンスあった、いっぱいチャンスあったよ、今。一旦モメント陽子と四天童子カッパ、お化け入れなかったところで4にも入れず。5でオッケー入れたらよかったじゃん。もっちゃん、ようライブとかも来てくれんのにな。いや、もう、もっちゃん悲しいわ。もっちゃんが一番送ってくれると思ったな、お化けです。一番お化け入れてくれると思ったら。最後にお化けって入れてくれると思ってたよな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いていきましょうか。はい、行きましょう。続いてはラジオネーム、南海陽一さん。はい、山口さん、アイナさん、こんばんは。こんばんは。ついに最終回なんですよ。そうなのよ。本当に寂しいです。なんで絶対帰ってきてください。ありがとう。I'll be back。今日のテーマ、推し妖怪教えてですが、うん、一旦もめんですね。大人気。ひらひらと飛んで、人を襲うそうです。うまく活用すれば、服の代わりになりそうで、個人的には好きです。なんでなんで服にするなんでだ、ひとまず、3ヶ月間お疲れ様でした、はい。絶対また帰ってきてください。日曜なら必ず来てるので、日曜の、お昼の時間帯でお待ちしております。ありがとうございます。日曜のお昼の時間帯、いかがでしょうか、メディアスさん。お化けも開けております。開けております。もうずっと開けてる。もう、かれこれ5年ぐらい、もう日曜のお昼のワーク開けてる。私たち。うん、やのに、一個も呼ばれへんね。呼んでくれたんで、そろそろ。なんか陽一さんも言うてたんで、ぜひぜひ、メモっといてくださいね。ありがとうございます、なんか陽一さん。はい。月曜日もね、僕らね。17時からずっと開けてるんですけどね。19時違う、17時からもずっと開けてるんなんでのに、
アキトさんが1個も読んでくれ。ああ、そういうことか。で、今もなお怒り言動。このね、5分6分喋ってますけど、ずっと怒り言動。アキトさんの番組ですから、それお化け邪魔したんかい。呼べや。もう言うな、呼べや。あんたな、最終回に呼べ。都合もあんねん。都合もある。都合なんてない。ずっとリモートの放送。行けたらええけど。アキトさんなんてずっと働いとる。いや、そうやけど。あの人ねえへんねん。もう、うるさいな、最終回に。俺らがゲストで行った時に寝ればよろしい。ちょっとほんまにさ、あんたほんま最終回に好感度下げるのやんじゃん。マジで。確かにな。マジでなんかさ。アキトさんのファンから嫌われるね。ほんまよ、あんた。やめてくれる？なんやったら、アキトさんからも嫌われさ。そや。それに関してはもう嫌われてるかもしれない。もう時すでに大きくうなずいてるわ。もういや、うなずくんかい。うなずくんかい。寂しなるやん、ちょっと。やばい、もうね、時間もあれですから、はい、2曲目いきましょうよ。いきましょうか。はい、それでは、お聴きください。鈴木愛理で、ハートはお手上げ。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしてきました、ピートアラウンド834サテライトフラッシュ、お化けの山口康弘と、平本愛菜がお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。いや早いもんですね、3ヶ月。早いよ、早いし、今日は特に早かった。うん、なんかずっとカリ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 してたね。ずっとカリカリしてるし、うん、今もそろそろお別れのお時間ですって言って、早かったねって言ってたら、もう、アキトさんはずっとかっこいい。よっしゃーって言ってたら。やっとお化けと離れれるぞと。なんでそんなこと言うの？それもういつだったら仲良くなれるんでしょう。殴ろうとしてんのか、今、肩の。ストレッチしてるもん。肩回してるね。肩回し。すごい怖い。もう仲良くしたいな。だ次担当するときこそはちょっと仲良くね。確かにね。なんかコラボレーションとかもしたいやん、やっぱり。そうね。あ、そう、ちなみに、うん、楽しみに待ってんのよ、芸人たちが。あ、確かにね。楽しみに待って、もうちょいで発表しますからね。少々お待ちくださいね。はい、逆にですね。はい、この放送はですね、メディアス FM の YouTube にアーカイブとしてアップされますので、メディアス FM YouTube で検索して、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。じゃあ、追加のメッセージも読んでいきましょうか。はい、はい。じゃあ、続いてラジオネーム、福岡のともしげさん。はい。はい、山口さん、愛菜さん、今夜も福岡から参加します。ありがとう。今日のテーマ、推し妖怪。自分の住んでる浮橋は、カッパの伝説があるから、カッパです。お二人の番組、1ヶ月しか参加できなくてごめんなさい。全然いいよ。こんなにも面白い番組ならもっと早くから聞いておけばよかったと。また必ず戻ってきてください。必ずメッセージします。ありがたいね。嬉しいね。嬉しいね。こう県をまたいで、福岡からこう送ってきてくる。嬉しいわ。だって多分私たちお化けのことを多分見たことないと思うんですよ。あ、まあそうです。実際にはね。実際にはお会いしたこともないと思うんですけれども、こうやってメディアス FM さんの番組でこう知っていただけて、しかもこんな面白い番組だなんて言っていただける。ちょっと、泣いていい最終回。いや、泣いていい。違う。でも、推し妖怪、カッパって言ってる。お化けじゃないの。そうでした。カッパって言って。そうですか。わかりました。もう少し頑張ります。もう少し頑張ってください。福岡にも、ね、営業とかで行けるように。そうやね、そう、私たちも福岡まで行けるように頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、ちょうどね、もう福岡といえば。福岡や、そうや、福井って言ってた私。福岡ね。福岡、はい。そう、でも今日の我々のライブ、ちょうど福岡吉本に移籍した大の字さんがゲストで来てくれてますからね。そうや、大の字さん来てくれてるね。はい、いや、そんなことよりもみんな楽しみに待ってね。いよいよ発表しちゃいますか？来週から。誰が担当するか。いや、いけるもん。みんなね、期待してもらってね。ワクワクしてるから。いい気分でライブに出れるように見ます。いきますね。来週からですね、はい、毎週月曜日の、サテライトフラッシュを担当するのは、はい、吉本興業のお笑いコンビ、ブロードキャストのお二人です。まさかの大先輩。いやんか。後輩ばっかりが待ってる中。あれか。大先輩が。ブロードキャストさん。ブロードキャストさん。いや、ブロードキャストさん、吉村さんがね、はい、豊橋住みます芸人。そうですね、愛知はい。しましたので、だから担当もしてくださるということで。はい、あ、みんな惜しかったな。やったけども、ブロードさんのラジオ絶対面白いから、そうね、皆さんぜひぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。ブロードキャストのサテライトフラッシュもぜひお聞きください、はい、さあちなみにですね、この後ね、アキトさんの、ビートアラウンド834にね、ブロードキャストの、吉村さん、ゲストで登場するみたいなので、あ、そうなんや、はい、ぜひぜひね、そちらも聞いていただけたらと思います。はい、ありがとうございます、はい、最後に言い残すことがないですか？言い残したこと、もう少しだけアキトさんと仲良くしたかった。もう少しだけ
なんか毎回言うてる気がする。いや、なんて、なんかさ、違うね、最新回にさ、一番笑わない。最新回一番笑わなかった、アキトさん。あんな優しかったのに。みんなに見せられへんのがショックでしゃあない。この今の、ほんまに怒り言動やで。みんな思ってる以上に。怒り言動がそっぽ向いてる。いやまあね、こう聞いてくださってはやすいですけどね、また次もね担当させていただくことがあれば、秋田さんとまたもっと仲良くさせていただきたいと思います。皆様、この後は再び秋田さんのビートアラウンド834でお楽しみください。はい、ここまでのお相手はお化けの山口康弘と平本愛菜でした。それでは最後にこの1曲でおくわばば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 いや言動の圧のせい言動やったまま。いや、そうだね。ごめんなさい。しっかり曲振りして、もう最後ですから。最後の1秒まで。すいません。ごめんなさいね。本当に皆さん。ありがとうございました。最後に曲をお送りいたしましょう。キング&プリンス。